ということでやっていきたいと思います。まあ、やっぱりコケマということで対戦よろしくお願いいたします。さあ、まあ、せっかくね、船選んだんだったら、船を狙うことを選んだんだったら、まあ応援なんでいいでしょう。なんでしたやねん。誰が。もう一個ピッピー使わせようか。あれ？こいつ入りやん。ラッキー。よい。よきまる。でも絶対にここに釣るべきじゃなかった。ちょっと歩行がヨタヨタしてる。早くない？さすがに。でも眠い。普通に今眠いんだよ。酔ってるとかじゃなくて。ちょっとだるいなそれ。タゲちゃんでもよくね。タゲちゃんでよくね、なんなら。ゲームもめっちゃ荒れてるよな、一回の。なんか調子悪いんだよな、最近。まあ狙いはこっちでいいか。めっちゃ恐竜場所見えてたけど。早く間に合うかな。よかった。フラフォー溜まってんじゃない。溜まってない、勝ちです。まあ占い釣りに行ってもいいけど、回復されるのだるいからな。こういう勝ち方が一番気持ちいいけどね、やってて。
あーうますぎ、うますぎんだろんだこれ、ほらほら、大戦ありがとうございました。やっていきましょう。マップが月の公演ということで大戦よろしくお願いいたします。まあでも傲慢鬼没でね負ける編成ってそうないからな、個人的に傲慢鬼没でめちゃめちゃきつい編成って言うほどない。多分なんとかなるこの試合。まあまあ1ピピ使わせただけでも収穫でしょう。もう1個残ってるんだよ。使わせ方下手だけど、まあでも多分これでもう逃げ場はないんじゃないか。一発入んねえからそこ読み合いになっちゃうか。どこまで時間持ってきたのこれ。まあいいでしょう。じゃあこれ負けに1エコだけど安い。基本ね、鬼没持ってって後悔することは まずないと思うんだよ。持ってかなきゃよかったみたいなことはね、まあそうない。そこ回してるってことは救助来るってことだよな。めっちゃ来るやん君ら。いやそれ体力回らんで、多分下もいいけど。あーなんか寄ってくれた。なんか来た、なんか近くに来てくれた。いや欲張んねえ、あれよ。ここで欲張るメリットなし。つれ？しないか。いやまだ全然つかんな。この感じ。ポチッと。
おや、まあ、ここさえ守れば勝てる試合でしょう。ここだけ守れば、まあ、勝てる試合なはずなんで、まあ、ちゃんと守っていきたいです。タイヤリでした。